環状線は台湾台北都市雲の路線。台北市市林区、中山区、内井国、松山区、新木区、文山区と日北市新見瀬区、中華区、板橋区、新城区、五国、足シ区、三重区を結ぶ。台北市と日北市の各区を環状線上に連絡することで台北市から周辺都市へ放射線上に伸びる他の路線とを接続する計画である。 路線の全長は 35.2km。1987年に最初の計画が始動するも1993年と1999年の二度に渡って中央政府によって退けられ2000年代に再始動。その後約10年にわたる後期を経て2020年1月に第一期区間が開業した。第一期は全線で台北市を経由せず、 にきたしないのみに属することから、報道やにきた政府の広報資料などで、にきた市運環状線、にきた環状線などの表記がなされることもあるが、にきた市運の路線ではなく単に、にきた環状線という意味合いに過ぎない。厳密には建設費のうち地方分担分は、にきた政府が負担し、建設中の監督や入札業務は、台北市政府派や運行定局が受け負った。 主運転期間を含めて、運行、運営業務は2019年元日より3年間は、台北都市運行士が受け負っている。軌道は、標準機の鉄輪式だが、無人運転システムが採用され、イタリアのアンサルドブレーダの車両が投入されている。4つの区間で構成され、放射状に広がる複数の既存及び建設中の路線に接続する。 2011年に建設された第1段階西館団として、新見瀬区、中華区、板橋区、新城区を東西に横断する鉄道路線が2020年に開業した。第1段階は、起点の大坪林を除いて、高架線。第2段階と南北線の代替となる、第3段階は、地下線とされる予定である。東館団は、文庫線の輸送量逼迫など年々交通事情が、 悪化する内湖鍵エンの通勤事情改善と東西方向に偏る副都心の新儀区内軌道交通を改善すべく構想され、かつては2000年代に HSST による路線構想があったほか、2010年代にも台北市長過分明が内湖新儀 LRT 構想を提唱していた。中枠内 2.61km の区間は、 指導106号線が強小なことから、複線高架橋が採用できず、日本の京急本線のような単線2層の高架橋が仮設され、この区間に含まれる中和、橋は中原の3駅も、日本の今宮駅や京急蒲田駅のような二重高架駅となったほか、中原駅西方や京、平京安間では、並行する第64線の高架道路の上下線間に、 橋脚が設置され、さらに上方に高架桁が仮設されている。こうした二重高架及び同一事業者路線同士の改札外の理解は台湾発、日北市内完結路線は台北都市運で初の事例となる。新城と新店を結ぶ早運線道校舎9 8 2に掃除、最前列左から5人目より、順に台北市長下分、明ら、日北市長公ともよ。 相当、蔡英文、交通部長、林慶竜、元台北県庁周鈴環状線各駅及び、新見世系の鉄道橋、市街地高架橋の橋脚や、電車の客室内、一部編成の電車外観など、至るところで日本を拠点とする、フランス人、アーティストエマニュエル無法の衣装が採用されている。合わせて、各駅ホームは、ラインカラーの黄色に、それ以外の駅空間は、 下表のように各駅ごとのテーマカラーが設定されている。板橋駅の IC トークン用専用乗り換え改札機、日立レールイタリア製4両1編成の無人運転対応小型車両。台北都市運の文庫線を除く既存路線より小型となる。17編成が導入される。環状線路線図。ありがとうございます。